中国の皇帝っていうのは、実際の政治権力と、その権威的なもの、権威的なものを持ってたりするわけじゃないですか。日本の天皇って、ずっとお金なかったですもんね。そのほら、もともとは、天皇家が日本を牛耳って大王みたいな感じだったけど、ずっと武士政権とか、その政治と権威みたいなのがだんだん分離していくじゃないですか。水とその、なんか液状化現象みたいな感じで、だんだん。でもそういうのって他の国だと、朝鮮とかも、皇帝ってか、なんか国王みたいなやつはちょっと権力ばっか持ってるじゃないですか。あのね、天皇家っていうか、天皇家じゃないな、当時は天皇家っていう呼び方じゃなかったっぽいんだけど、なんだろう、わかんないけどね、その家系って、なんか神様とつながる人たちだったっていう認識があったっぽいのね、日本人の中いつぐらいから昔から、だからもう武家の社会ができる前から、卑弥呼さんの時代とかじゃないの、あの神様とつながれる人たちっていうイメージがなんかあったっぽくて、そんな人たちを何かしたらやばいじゃない、罰が当たるから生かしとかなきゃみたいな、それで一応生かしておいたのね、権力を自分たちが握った後も、まずいから神様にチクられたらやばいじゃない、だから最低限の生活を保障して権力は上げないみたいな、それがだんだん変わってきて、なんかいる意味がを与えないとみんなが納得しないというふうになぜか流れがなってって、でじゃあいろんなことを許可する、だからそれは神様とつながる人が許可してくれたから、神様が許してくれたことにつながるという、なんかそういう流れができて、だから人間どもが決めたことを神様にお伺いを立てるって、なんか儀式の一種みたいな感じで、そういう考え方があるみたいで、それでそのつながれる人の一家一家つうか家系の方々にの一番偉い天皇にあたる人はつながれる人だから、お伺いを立てに行って、許可が出たというのは神様がお許しになったみたい、なんかわかんないけど、なんかの儀式を行って、それで今年の豊作を願ったりして、でそれで儀式の結果が良かったりすると、今年は豊作だぞみたいな、そういうのがなんかもともとあったっぽいのね、風習で。あれはどうなんですか、それってよく言われるのは、稲作と共に入ってきてるっていうじゃないですか、ってことはもともと日本にあったものじゃないですよね、そういう風習自体は、そうだね、でももうその天皇家が廃れる頃にはもう日本に定着してる風習だから、あれなんです、その時にさっきも中国の話になったけど、なんで中国と朝鮮と日本はそこが違ってくるのかなと思って、その一番トップにいる人間は中国と韓国、朝鮮ではすり替わるわけじゃないですか、すり替わる王朝が倒れるから、でも日本は変わらないわけじゃないですか、とにかく天皇家っていうのはずっと同じいて、武家の政権やそういう政治的な権力は入れ替わって天皇家が藩を押すって形になるわけじゃないですか。で日本っていうのはもともとその天皇家が矢をよろずの神とかそんなこと言ったり、神社とかって言っては、彼らは祭事を司ったりする神様の扱いなわけじゃないですか。だけど仏教とかを取り入れたりして宗教的な改革もしたりしてるし、いろんな外国から文化を取り入れてきて、そういう風な流れじゃない方向にも来てるわけじゃないですか。なんでそこだけは天皇家だけは生き残って、しかもお金を与えず生かさず殺さずみたいな感じでずっといるわけじゃないですか、明治時代まで、明治の手前まで。日本人ってもともと目に見えないものをすごく信じる人種だったから密着してるのね。確かにそれを考えると中国人って現実的な民族ですよね、そういう点では、だから仏教も信じるし、神様がいると言われたらやっぱりいるよねみたいな、当時納得いかないものはみんな神様がやったことだから、それを普通に自然に受け入れられる人種で、だからそういうのと関わっている天皇家は下手にいじるとやばいっていうんで残しておいたんだけども、それがだんだんこう来るともう時代も流れてきて、だいぶ後半の方になってくると、ずっとそうしてきたのに今更お家がなくなるのはおかしいじゃない、ずっと続いてきたことを変えるっていうのはあんまり好まない人種なのも日本人だから、それをさぶち破るって
割とさ大変なことなんですよね。潰すメリットがまずない。うん、メリットないですよね。それそれそれってほら、それってさっきも言ってるけど、その中国と朝鮮とかっていうのとどこが違う、その人種の話、その民族性って話になったじゃないですか。で、その自然信仰とかしてる民族って日本だけじゃないじゃないですか。うんうん、例えばよく言われてるそのアイルランドの民とかのケルト系とかもそういう感じじゃないですか。そのイギリスとかアイルランドとかでそういうふうにその妖精とかを信じられてるっていうのはわりかし日本の感覚に近いわけじゃないですか、うん、その自然とかを神様だと思ったりするっていうのは、うん、一番の違いは責任の所在をはっきりさせないと他の国とのやり取りがやりにくいっていうのがあって、日本はそんなにそこの必要がないのね。いや、ほらそういう話になるときに、うん、ほら他の国でも日本と同じような民族性があるようなような傾向を持った国があったりするって、今僕は事例を出したわけじゃないですか、例えばヨーロッパとかにもあったりするし、多分まあ中国とは もう違うと思うし、そしても多分わりかし違うと思うんですよ。だからその責任の所在っていう最終責任は日本人は神様に任しといても何ら支障がなかった。他の国っていうのは陸続きでライバルたちがいっぱいいたわけじゃない。でみんなが信仰してる神様っていうのがいないじゃない。責任の所在を神様に任しといたらバカかこいつみたいな人たちが周りにいて、目に見える生きてる人を立てないことにはしょうがないから、まず宗教とそういう他の国とのやり取りとか国民のその生活の基盤を任せよう、ここに任せようっていうのを目に見えるものにちゃんとしておかないとまずいっていうのがあって、だから同じ性質信仰っていうか持っててもそこのところ分かれちゃってるから、こっちはメルヘンの世界、こっちは現実みたいな、分けなきゃいけないのね。日本はそこら辺いい加減でも別に邪魔入んないし、ほら今邪魔入んないって話になったじゃないですか、うん、それっていうのは他の国でもそういう状況の国ってあるわけじゃないですか。イギリスもそうだし、イギリスはそうですよね。日本人とイギリスの人の大きな違いっていうのは、イギリスの人っていうのは開拓していくのね、知らない世界にどんどん行ってどんどん世界を広げてってもっとうまくやろうっていうのがあるんだけど、日本人は割とちんまり収まってるような国民性っていうか、だから外に出ていかないからうちにこもってられるのね。それも大きな違いで、だから出ていくから敵も作るし、交渉とかするときに、イギリスと日本は国民性はかなり違いますよね。まあ、その面では違いますね。で、国を売り込むときにやっぱりちょっとはったり聞かしたりとかするじゃない？そうするとなんか外国との印象もまた違ってくるじゃない？でも日本っていうのは近場の国とのこう国交で満足しているようなちんまりした国民だから。トップは潰さずその権威を利用して実権を持つというのが日本のパターンなんだよ。で、将軍は天皇は置いといて実力は自分で、権威は向こうに持っとく。でも質問していいですか？はい。なんでトップを置いとくんですか？楽だから。楽だから、手間省く。いや、あなたって言っちゃった先生、はい、前回、うん、その質問を山崎さんからされて同じように答えてたと思うんですよ先生。あれそうだっけ？いやだって今だってさ、普段モードでしっかり聞かなきゃと思って。普段モードと霊感モード違うわけですね、うん、いや手間省けるのが一番大きいよね。そうそう、だハードル高いですよね。あの許可もらうよりもあの潰す方が割と、いや、 やっぱりエネルギーいるしね、周り認めてくんないしね、うん、いやお前成り上がったのいいけどさ、うん、俺も成り上がりだぜ、どっち偉いの？だから天皇家を滅ぼすメリットがないですね、うん、メリットがないと説明してたんですよね先生が。ごめんなさい、すっかり忘れてます、すいません。